やっぱり売るっていうのに自分も高いって思ってた高単価が今回売れて、うん、高単価商品の値段っていうと税込み35万円の商品がまあご成約。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、入学1週間で35万円の高単価商品をご成約されたちぐささんと一緒に実績者のお声取らせていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では現在の業種活動内容を簡単に教えていただけますでしょうか。今不倫専門の恋愛カウンセラーとして活動してます。この度ご入学されたきっかけとか最初に聞いていきたいと思うんですけども、インスタの投稿の仕方とかは他のスクールで学んで、そこそこ LINE の方にも呼べていたんですけど、でも全然高単価商品が売れなくて、1回は売れたんですけど、その後全然売れなくてですね、はい、行き詰まってました。それもセールスしてもなぜか断られてしまうだったりとか。そうですね、ですかね。ちなみにその以前インスタ集客の塾に入られていて、それでも弊社も実践青年集客学会に入学いただいた一番の決め手みたいなところって何かあったんでしょうか。いろんなインスタの塾の先生とかの投稿を見ていて、うん、北野さんの知ってインスタライブとか毎週やってたので、はい、そこで熱く語られてるのがなんか印象的で、はい、で自分でもその前に本も購入していたので、ありがとうございます。ああ私も買ってたんだって思って入塾しようと決めました。一応ねこちらの書籍っていうのもね出させていただいてるんですが、こちらね手に取っていただいてというところですね。ありがとうございます。ちなみに入学前の状況っていうと、やっぱり高単価商品が売れなくて営業しても断られてしまうという感じだと思うんですが、どういう感じで断られちゃうことが多かったんですか。お金がない、高いって言われてしまうことが多かったです。ありますよね。僕も昔コーチングやってた時とかに、お金がないですとか時間がないですとか高いんで難しいですって言われて断られること結構あったんですけど、それって結局お金があったとしても価値が伝わってないからね、そう断られてしまうってことがあったりするんですが、そこをですね、じゃあ実際ちょっと入学後の変化というところで言うと、1週間で売上ベースで言うとどれぐらい今回上がった感じでしょうか。いつもリピーターのカウンセリングの方とかでは稼いでたんですけど、高単価が今回売れて、高単価商品の値段っていうと先ほどおっしゃっていた税込み35万円の商品がまあご成約されてということですね。次にちょっとその売上アップの秘訣っていうところで、特にこの動画を見てくださってる方とかでもセールスがなかなか苦手だったりとか、高単価商品作り方分かりませんとか、売っても断られちゃうとか、そもそもセールするのに引け目を感じてしまうみたいな人多いと思うんですけども、そこでちぐささんが入学まだね1週間ぐらいしか経ってないんですが、弊社の学科コンテンツを見ていただいて、セールスの訴求をどういうふうに改善したことでね、こういった成果が生まれたのかとも聞いていきたいなと思うんですが、このあたりちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。やっぱり売るっていうのに自分も高いって思ってたのもあったんですけど、でも北野さんが売らないのは病院に来て病気を治さないのと同じだっていうのを話してるのを見て、私の商品を買っていかないと改善できないよっていうところをセールスでも伝えていったのと、あとやり方が今のままだと間違ってるからできないんだよっていう、今ちぐさんおっしゃってくださったこと本当にセールスの本質で、まず一つはセールスマンっていうのはお客様の救済であるっていうことですね。で二つ目っていうのが、お客様の今の独学のやり方だと間違ってますよっていうのをちゃんと伝えてあげること。でそれでお客様が独学でね深い森に迷って苦しんでしまう前に、水先案内人ってねうちは呼んでるんですけど、ちぐささんがねそういう風なメソッドで導いてお客様の悩みを解決してあげられますよ、まあ、それをしっかりと伝えたことでね35万円の価値が伝わって売れたっていうところが大きいのかなっていうところはありますね。ちなみに今回ご成約されたお客様なんですけども、どういう風な販売方法の流れでご成約に至ったのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、今回のお客様に限っては公式 LINE で配信してるんですけれども、はい、そこでセミナーを募集したところを申し込んでいただいたので、1対1のセミナーなんですけど、そのセミナーの最後でこういう高単価商品あるんですよっていうことをお伝えして、え一緒に頑張りませんかみたいな感じで誘導していった感じです。セミナーとかセールスの時っていきなり価格伝えると高って言われて終わっちゃうっていうのがあると思うんですが、価格を伝える前段階でどういう風な話をされたかっていうのも差し支えない範囲で教えていただいてもよろしいでしょうか。私のは半年の講座なんですけど、こういう講座があってっていうのを紹介してから、この講座を受けるとこうこうこういう結果になるんですよ、うん、皆さんこうなってるのでどんどんこうなっていきませんかっていう未来像を説明して、うんうん、今のままでやっていっても変わらないし、はい、なのでぜひ一緒にやっていけると変わっていけるし、一緒に結婚を目指しませんかみたいな感じですかね、うん、ということは理想未来をイメージした後でそこで終わっちゃう人もいるんですけど、ちぐささんの場合って、まあ、それを逆にやらなかった時、私のこのメソッドとか行動しなかった結果起こってしまう最悪の未来っていうのもイメージしてもらった時に何も変わらないと、自分でやっぱ応急処置も、はい、
もしないままだとどんどん悪化してしまうから今のうちにやっぱ手を打たないといけないよねっていう風な訴求がしっかりと入っていたっていうのもやっぱ大きいですよね、はい、今回ちょっとセールスの訴求に関してはね、理想の未来と危機感の増幅、この2つはねセールス時はぜひね伝えていただけたらと思うんですが、次にですね今ちょっと画面ね共有させていただいているんですが、ちぐささんに、ね、まあ、入学開始されたばかりで1週間ぐらいしか経ってないんですが、まあ、初回コンサルでね、まあ、一緒にこのプロフィールコンセプトをちょっと作らせていただいたので、うちに入学された時のちぐささんのコンセプトっていうのはいわゆる恋愛コーチ、そして自己肯定感をアップして理想の恋愛を手に入れませんかっていうのは訴求をされていて、一応まあ恋愛の専門家ですよっていうキャッチを打ち出してはいたんですが、それだってやっぱり恋愛コーチしてるって世の中に5万といるし、埋もれてしまって独自の売りがやっぱり見つからないっていうところがあるので、アットマーク不倫専門恋愛コーチっていう風にあえて名前コンセプト絞らせていただいて、そしてちぐささんのね独自の強みであるそのまあ心理学の知識、そして潜在意識だったりとか自己肯定感を上げるっていうメソッドを組み合わせてコンセプトを作らせていただき、彼を虜にする恋愛マスターマニュアル全209ページ相当のマニュアルをプレゼントっていう形で今 LINE 誘導をねされていらっしゃるという形になるんですが、一応入学される前からですねインスタどういう風に改善していったのかっていうのをねお見せさせていただくと、もともとこういう形で、まあ、列ごとにですねピンク色、青色、黄色っていう形で3色で統一をされていたんですが、できればやっぱりターゲットの方が40代女性ですので薄ピンク色のね落ち着いたパステルカラーがいいんじゃないかというところで、こういう風な色合いで全て統一をさせていただいて、文字をより大きめにしていただいて、タイトルの文字としては15文字から長くても20文字前後っていう形でね発信をしていただいているんですが、今後もちぐさんねアカウントからさらにちょっと集客をして売り上げアップされる日をね僕もすごい楽しみにしているんですが、最後にですね弊社学科入学してまだ1週間っていう形になるんですが、入学する前と後での実際インスタグラムを運用していく上での何か変わった点だったりとか気づきっていうのがあればそれも教えていただきたいなと思うんですが、以前は自分視点っていうか自分の独自のところも入れていて、スクールの言っているところに 100% 合わせてたわけじゃないところがあったんですけど、北野さんのスクールに入って動画とかにも独自でやるからうまくいかないみたいなのがあったので、全部言われた通りにやろうと思って今回は迷いなく言われた通りにやってる感じです。で毎日の投稿したやつを日報で伝えるってその後こうするといいですよっていうのが返ってくるので、その通り一本一句全部コピーして毎回読みながら作って、うちの VIP コースには毎日日報添削制度といってインスタグラムの投稿を週5日間添削しますよっていう制度があるんですけども、毎日ちぐささんね日報をしっかり提出していただいてすごい改善のねスピードも早いので、この調子でやっていけばですねさらに売り上げをね7桁とアップしていく日もね結構早いんじゃないかなというふうに思うんですが、やっぱ運用する上での迷いがなくなったっていうのが一番大きな点ですかね。そうですね、全部テンプレート通りにやろうって思って、はい、自分がもっと売り上げが上がるまで自分は抑えようと思って、いつも自分自分でこう前に出過ぎてしまうのもあるので、うん、完全にそのインスタについても分かってないところもあると思うので、今ねちぐささんおっしゃってくださった通りで、どうしてもやっぱりアレンジを加えたいという時もあると思うんですけども、僕それもすごい大事な時期あると思っていて、一番最初は手張りって言って、まず守りの部分、基本的なベースをしっかりと守った上で、例えば文字の大きさだったりとかデザインの本質だったりとかターゲットとの相性とかそういったのを理解した上である程度結果が出てきてから自分のアレンジっていうのをちょっとずつ加えていくっていうのは全然ね問題ないと思うので、そこの順番っていうところをねしっかりと今基盤を固めてくださっていて、でまだね講座開講前なのに成果がね上がっているっていうとんでもないことが起きてるんですが、これからねちぐささんの活躍もぜひ楽しみにしておりますの で最後ですね、概要欄の方でもねちぐささんの LINE 公式アカウントリンクも貼っております。今回ねちぐささんもご制約されていらっしゃいますが、ちぐささんの LINE の配信の内容だったりとかねテクニックっていうところも勉強になる点あると思いますので、こちらぜひね概要欄から LINE 登録いただくとちぐささんからプレゼントがいただけるとのことですので、こちらもぜひねチェックしてみていただけたらと思います。それではちぐささん、本日はねお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またこの YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの名文字でねメッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね参加特典としてこちらに出ているね豪華6大特典もね無料でもらえますので、ぜひねセミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。